日始まりましたワンキャリ企業説明会。この番組は様々な企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組となっています。今回はこのような流れで番組を進行いたします。こちらです。3つございます。1、会社説明。2、5クエスチョンズ。3、就活生が本当に知りたいあの質問です。そして今回の企業は三井住友信託銀行さんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でははじめに簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。では土井さんからカメラに向かってお願いいたします。はい、本日はありがとうございます。三井住友信託銀行人事部採用チームの土井と申します。キャリアとしては入社をしてから個人事業のお店で営業を経験をしまして、ここからプライベートバンキング事業に移動をして企画の仕事をした後に人事部採用チームの方に移動をしているというキャリアになります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そしてお隣、西岡さんです。皆さんこんにちは。三井住友信託銀行人事部採用チームの西岡と申します。入社は2017年でございまして、個人事業ということで、東京の支店の方で資産運用、不動産、相続に関するコンサルティング業務というのを行っておりました。その後の中央省庁の方に出向させていただきまして、地方創生に関する取り組みなんかをさせていただいておりました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。人事部のお二人ですけれども、営業経験などもおありということで、ぜひ現場の話も伺えたらと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では早速ですけれども、本題に入ってまいりましょう。まずは会社説明からお願いいたします。はい、では私の方から会社説明ということでさせていただければと思います。改めまして三井住友信託銀行でございます。よろしくお願いいたします。まず会社の概要というところでございますけれども、従業員数1万4000人近くおります。国内拠点ということで、東京、名古屋、大阪を中心に150カ所近く展開をさせていただいているという状況になっております。海外拠点もですね、ニューヨークやロンドンをはじめ展開をさせてもらっているというような状況になります。特徴としましては、信託銀行を中核とする金融グループということで、普通銀行を中核とする金融グループとはまた違っているというところが特徴になります。具体的にどういうことかというと、当社ですね、国内で唯一上場している信託グループ、信託銀行同士の統合で誕生したグループということになっております。下側、三菱さん、三井住友さん、みずほさん、メガバンクグループご記載させていただいておりますけれども、こちらはいわゆる商業銀行を中核とする金融グループになっております。こちらはですね、グループ会社として、証券会社ですとか、その中に、信託銀行というものがあるんですけれども、当社は信託銀行、こちらを中核とする金融グループというところになっているのが特徴になっておりまして、特にですね、後ほどご紹介します信託関連ビジネス、こちらを成長戦略の軸としている点が特徴になっております。はい、具体的にということで、当社のビジネスフィールドをお伝えできればなと思っております。右側、銀行のですね、預金業務、貸し出し業務、為替業務、こちらも当然行うことができますけれども、一方で左側、信託業務と呼ばれる証券代行業務、株主総会の運営などですね、こういったものも行うことができます。あとは上側ですね、アセットマネジメント会社、証券会社、生命保険会社が行うような、これらの仕事も一社で行うことができる、金融機関のですね、多くの機能をですね、一社で担うことができるというのが信託銀行の一つの特徴になっております。さらにということで、下側、特にですね、不動産会社が取り扱うような不動産の売買ですとか、賃貸借の仲介、建築のコンサルティング、時には地域開発ですとか街づくりなんかにも携わることができるということで、こちらは他の金融機関にはないですね、信託銀行ならではの特徴、強みだというふうに我々は理解をしておるところでございます。
はい、具体的なビジネスモデルということでございます。もちろんですね、銀行ビジネスにも力を入れておりまして、貸出金残高は今33兆円ということにもなっておりますが、先ほどお伝えしております通り、信託関連ビジネスというところで、資産運用、資産管理、不動産、こちらの分野については国内でもですね、トッププレーヤーとしてやらせてもらっているというような状況でございます。銀行における資金もそうですし、不動産ということで資産、そして資産運用、資産管理ということで資本、これらのですね、ビジネスを一社でワンストップでお客様に提供できるというところが当社の強みというふうに考えております。具体的にお客様層というところでもご紹介をできればなと思っております。先ほどからお伝えしておりますけれども、資産運用、資産管理に強みのある信託銀行ならではのお客様層だというふうに思っております。まず個人のお客様ということで失礼いたしました。個人というところにつきましては、富裕層のお客様が中心ということになっております。あとは法人のお客様もですね、大企業が中心ということで、上場企業の7割以上のお客様とですね、お取引をさせていただいております。融資だけではなくて、不動産、年金、証券代行といった形で、トータルソリューションを提供することが可能ということでなっております。あと特徴的なところ、投資家と呼ばれるお客様、特にですね、機関投資家と呼ばれるお客様も当社のメインのお客様というふうに整理をさせていただいております。具体的にはですね、生損保さんですとか、地方銀行さんのような金融法人さん、あとは年金基金さん、これらの法人をですね、機関投資家ということで、莫大な資金をですね、運用する必要があるような法人のお客様を機関投資家と呼んでおりまして、そこに対しても我々ですね、運用、資産管理を起点に多様なソリューションというのを提供させていただいております。ということでですね、当社信託の力を活用した社会課題解決型ビジネスというのを銘打ってですね、お客様と、社会課題に対して積極的に取り組みを進めております。信託の多彩な機能ですとか、当社の専門性、総合力を駆使してですね、個人、法人、投資家、それぞれに生じる社会課題に対して付加価値の高い商品サービスをお客様に提供させていただいております。さらにですね、当社現在のキーワードとしてですね、資金、資産、資本の好循環というものを掲げさせていただいております。先ほどお伝えしたような社会課題、それぞれのセグメントにあります。個人で言えば人生100年時代、資産運用について、失礼します、投資家についてはですね、資産運用、多様な運用関連ニーズということで、これらのお客様については常に新しい投資先を探しておられるような状況ですと。で、一方で法人のお客様、右側ですね、こちらについては ESG の取り組み、特に脱炭素の取り組みなんかを中心にですね、資金ニーズが高まっているというところでございますので、これら個人投資家の資産運用に関するニーズと法人のお客様のですね、こうした資金ニーズなんかをですね、組み合わせて、それに対してソリューションを我々提供させていただいているというところにもなっております。また、不動産ですとか資本といったところも取り扱うということでございますので、個人、投資家、法人の間で、資金、資産、資本の好循環をもたらしていく、それによって社会にとってですね、新しい市場ですとか需要の創出につなげていきたいというふうに考えておりまして、我々も取り組みを進めているところでございます。はい、一例ということで、人生100年時代においてもですね、個人のお客様に対して、お客様一人一人のこれからを考えた、トータルコンサルティングというものを提供させていただいておりまして、銀行、信託、不動産の幅広いソリューションを提供しております。就職してから退職、そしてセカンドライフを迎え、相続を迎えるにあたって、資産を形成する、そして管理する、そして次の世代に承継していく、さまざまなニーズがございますので、こちらに対してもですね、当社のこのトータルコンサルティング、ワンストップソリューションと呼んでおりますけれども、幅広いソリューションを提供することで、お客様ですとか社会の課題解決にも貢献していきたいというふうに考えております。実はそんな当社ですね、100周年ということでございまして、パーパス、存在意義ということでですね、託された未来を開くということで、今取り組みを進めさせていただいているところでございます。
まあ、そのような中でですね、当社のこうありたい姿を実現していく、まあ、信託の力で次の100年を切り開くということでございますけれども、そのためのですね、価値創造の源泉は、まあ、社員一人一人の挑戦だというふうに我々考えております。そこでですね、来年度以降今まで以上に、まあ、多様な社員が多様な役割で活躍できる人事制度の移行というのを予定しております。まさにですね、社員の自らを開くということで、思いですとかキャリアを開くということで、多様な働き方活躍の場を自ら選択実現してもらうような制度への移行というのを検討している予定しているところでございます。皆さんに関係が特に深そうなところといいますと、勤務地キャリア選択ということでお伝えできればなと思っております。下がですね、勤務地選択ということでございまして、本拠地というものを定めてもらいます。首都圏ですとか中京圏、近畿圏ということ、さらには転勤を伴う転勤についてもですね、できるできないというところを自ら選択をいただくというところにもなっております。右側ですね、キャリア選択というところについても希望事業ということでお聞きをしまして、選択した希望事業を考慮し移動が決定されるというような仕組みをよりですね、打ち出していきたいというところになっております。目指す姿としてはですね、社員と会社が互いに選ばれる関係ということで、まさに社員と会社が対等になるような関係ということをですね、当社目指してこの制度改革に取り組んでいるところになっております。まさに社員の自律的な選択を最大限尊重し、ライフプランですとかキャリア志向に基づく選択というものを可能にしていきたい、そういったことで今回の人事制度改革に取り組んでいるということにもなっております。はい、以上で説明の方を終わらせていただきたいと思います。さて、ここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきましょう。改めて今回のトークテーマを見てみます。こちらです。5 questions ということで、このような5つの質問がございます。強みについてやキャリア、業務についてなどなど、たっぷり伺っていきましょう。早速1つ目の質問はこちらです。国内唯一の専業信託銀行グループということで、事業も多岐にわたりまして、リーディングカンパニーとしての地位を築いていますけれども、そんな三井住友信託銀行だからこそできることや魅力についても聞いてみましょう。商業銀行との違い、信託銀行ならではの強みは、というのが一つ目の質問です。ではまず、商業銀行との違い、これはどのように言えますか？はい、そうですね、先ほどのスライドでもご紹介をしたんですけれども、やはり幅広い事業領域というところと、ワンストップでですね、お客様にソリューションを提供できるという点が強みだというふうに考えております。やはり商業銀行さんとの違い、商業銀行グループさんとの違いで言いますと、メガバンクさんとですね、信託銀行は別々に存在をしておりますので、ある種ですね、それぞれこう分担をして取り組みを進められていると思うんですけれども、当社につきましては信託銀行が中核として取り組みを進めているということでございますので、商業銀行が行うような業務もそうですし、信託銀行ならではの不動産ですとか、はい、年金、証券代行、そういった業務もですね、当社がお客様の方に提供できるということで、そこはですね、他社さんにない違いだなというふうに思っております。はい、それだけこう事業の幅が広いということは、働いている皆さんも業務の幅広さっていうのがあるということですか？そうですね、はい、当社1万4000人社員がいるんですけれども、まさに1万4000通りのですね、キャリアがあるんじゃないかなというふうには思っております。はい、不動産事業でずっとやってきている社員もいれば、個人ですとか法人、いろいろ渡り歩いている社員なんかもですね、いたりもしますので、そういった意味でキャリアの幅広さというところはあるかなと思っております。はい、また先ほどの企業説明にもお話ありましたけれども、人生100年時代と言われる現代、信託銀行はどんな貢献というのができるのか、改めて教えていただけますか？
はい、そうですね、当社もともとはやはりですね、相続ですとか、はい、資産承継に関するところが強みというのはここは今も変わっておりませんけれども、特にですね、人生100年時代を迎えるにあたって、若いお客様、まあ、現役世代のお客様からですね、さまざまなソリューション、ライフイベントに応じた取引というのをさせていただく中で、まさにこう人生のですね、まあ、ベストパートナーになるような商品、サービスというのを提供できる、これもまた一社でですね、提供できるというところが、うん、強みかなというふうに思っております、うん、長くお付き合いが、はい、そうですね、ですよね、はい、また最近では SDGs ですとか ESG ですとか環境面がやはりトレンドになっていますけれども、こういったサステナビリティの観点から自社で行っていることなどあったら教えていただきたいです。はい、そうですね、当社ももちろん取り組み様々進めておりますけれども、はい、スライドでもご紹介した通りですね、お取引先の企業様についてもですね、今 ESG に関する経営推進というところに力を入れておりますので、そこに対してもですね、しっかりソリューションを提供していっているというところが当社の強みということになっております。ポジティブインパクトファイナンスと呼ばれるようなですね、そういった取り組みというものも全国で先駆的に取り組ませていただいている中で、お客様の法人に対してですね、そういった ESG の取り組みが推進できるようにということで、うん、当社もですね、精一杯サポートをさせていただいているというような状況になります。はい、さらに現代では AI ですとか、はい、デジタル化っていうのも進んでいますけれども、こういった流れ御社ではどのように受け止めますか。はい、そうですね、まさにデジタルの取り組みというのは我々も今力を入れているところでございまして、はい、例えばですね、暗号資産ですね、コインですとかそういったものも近年ですね、信託の対象になるということになりましたので、はい、具体的にですね、じゃあそれを使ってどういうふうにビジネスができるのかというところもですね、今取り組みを進めている中でございますので、そういった観点ですね、デジタルという点については我々もですね、強く打ち出して取り組みを今進めているような状況になっています。はい、ますます楽しみですね。はい、ではさらに業務について聞いてみましょう。2つ目の質問はこちらです。さまざまな事業が行われていますので、業務の多様性もあると思いますが、お二人の体験してきた業務についても伺いましょう。これまでのキャリア、業務について教えてということで、ではこれまでどんなことをご経験されてきたのか具体的に教えてください。私の方からお先にお話しできればと思いますが、はい、入社して今12年目という形になるんですが、個人事業のキャリアが長くてですね、中でも最初自己紹介でお話をした通り、私は個人の営業店というところでお客様の資産運用だったり不動産のご相談を受けたまわるコンサルティング業務をしているんですが、その後ですね、業務公募制度という今当社にある制度になるんですが、自分で希望を出して別の部署に移動をするということで、プライベートバンキング業務の方に移動をしています。でここでは営業ではなくて営業企画ということで、お客様をお呼びするようなセミナーだったりイベントの企画を考えたりですとか、あとは営業担当者が営業しやすいような営業推進の仕事だったりということを中心にやっていました。でなかなかこう自分が入社をする前にはあんまりこうイメージをしていなかった、はい、仕事だったなというふうに今でもすごく印象に残っています。この業務公募制度というのはなぜ使おうと思われたんですか。そうですね、はい、自分がこう営業をしていく中でお客様からいろんな相談を受けしているんですけれども、うん、証券会社の機能であるいわゆるこう株を販売するというところまではなかなか当社だけではやっぱりできないということもあって、すごくこう悔しい思いをしていた時期があったんですが、うんうんうん、当社が UBS という外資の企業と協業をするということになりまして、うん、まさにこう自分がお客様に対してご提案をしたかったことが会社として実現が近づくという話だったので、ぜひこう自分もその業務にちょっとこうチャレンジしてみたいなということと、実際にそこでもこう営業をやってみるという選択もあったんですが、せっかくならきっと同じ考えを持っている社員もたくさんいると思うので、であればもう自分が企画の立場からそれをこう推進するっていう方に回った方がいろんな人のこう社員の悩みも解決できるんじゃないかなというふうに思ったので、とこうチャレンジをしてみようかなというふうに。
そうやって実際に手を挙げて実現できるものなんですね。そうですね、はい、割とやっぱりこう自分で何をしたいかっていうのを発信をしていくっていうことをすごく大切にしてくれている会社かなというふうに思うので、はい、キャリアの中で自分がどんなことをこう実現したいかですとか、はい、将来どんなところを部署で仕事をしたいかみたいなものを結構日々描いている社員の人が多いかなというふうに思う、それをこう会社も幸いに結構しっかり聞いてくれるという環境は整っているかなと、思います。そうなんですね。では西岡さんにも聞いてみましょう。これまでのキャリア業務いかがでしょうか。はい、私もですね、土井さんと同じ個人事業というのが中心になりました。私がいた視点ではですね、特に地主のお客様が多くてですね、不動産ですとか相続に関するお悩みというのが多かった印象にあります。中にはですね、資産規模をそうですね数億円、時には十数億円超えるようなですね、お客様も1年目からですね担当させてもらったりもしておりましたので、そのあたりはなかなかない経験ができたなというふうにも思っております。そこで、当社のですね、不動産、相続、あとは贈与、さらにはご家族の資産運用、ここに関わるものまで、一気にですね当社で、ご提案ができた、それをこう受け入れてもらったという経験もですね、なかなか若手のうちからできない経験だったなというふうにも思っております。そんな中でやりがいを感じる時っていうのはどんな瞬間でした？そうですね、月並みですけど、やはりお客様にですね、ありがとうと言ってもらえる瞬間は格別だなというふうに思っております。中でもですね、遺言を作る業務、遺言の作成をお手伝いする業務があるんですけれども、やはりお客様にとってもですね、ご家族のご状況ですとか、ご資産の状況をすべて教えていただいて、信頼ができるから当社に教えていただいて、遺言をお任せいただけるということで、やっていただいてたんですけれども、その中で、遺言を作り終えた時にですね、西岡さんに相談してよかったとかですね、三井住友信託に任せてよかったと言ってもらえる瞬間、ここは、何にも勝るものだったなというふうに思っております。ですか、はい、土井さんは企画業務に携わっていらっしゃった時に、どんな時やりがいを感じていらっしゃいましたか？私もちょっと西岡さんのお話と近いんですけれども、営業担当者を通して自分が企画をしたセミナーだったり、こうイベントの感想が届けてくれるというのが、すごく自分のこうやりがいにも、また次のこう企画を考える時の参考にもすごくなったなというふうに思っていまして、はい、本来であれば直接こうお客様の声をお客様の目の前には立っていないので、なかなか聞きづらいかなとも思うんですが、結構同じ部署の営業担当者の方が、お客様からこんな声があったよとか、参加してすごく良かったというふうにこう言ってくださったりですとか、その後こういろんな提案につながったみたいなお話を聞くことができたので、自分が考えた企画も少しはこう役に立っているのかなというふうに思うことができたので、それがやっぱりこうモチベーションにすごくなったなと、はい、思っています。そうやって実感できる瞬間があると、やる気にもつながりますね。ありがとうございます。ではさらに3つ目の質問聞いてみましょう。こちらです。活躍フィールドや歩めるキャリアはどう広がっている？ということで、ここではキャリアについてもう少し深掘りしていきたいです。いかがでしょうか？はい、そうですね、こちらについては先ほどお伝えしたような新人事制度もですね、まさに深く関わっているかなと思っております。当社ですね、先ほどからお伝えしているように幅広いビジネスフィールドを持っているということで、キャリアの選択肢もですね、一つの専門性を追求していくようなプロフェッショナル人材もあれば、複数の事業を渡り歩いていくようなゼネラリストとしての存在、あとはマネジメントにですね、しっかり力を入れていきたいといった人材、そういった形で、様々なフィールド、キャリアがあるかなというふうにも思っております。新人事制度でもですね、自分のキャリアは自律的に形成をしていくということをお伝えしております。手放しにですね、希望するだけでそのキャリアが叶うというものではなくてですね、しっかりと自分自身、社員自身もですね、そのための準備ですとか努力というのは必要にはなるんですけれども、それに伴ってしっかりとその頑張りに対してですね、キャリアというのが形成できるというところはですね、当社強みかなと、新しい制度になってですね、さらに加速していくだろうというふうにも思っております。今まさに過渡期とも言えるかもしれませんけれども、はい、この自律的なキャリアっていうのを構築するために、会社的にはどのようなサポートをされていらっしゃるでしょうか？そうですね、
やはりですね、事業の、他事業のですね、業務理解などもですね、今、例えば自分が個人事業にいる中で、法人事業ってどうなんだろうとか、不動産事業ってどうなんだろうというところが分からないと、自分がどういうキャリアを歩みたいかというのは分からないと思いますので、そこについてはですね、しかも事業説明会というものもですね、定期的に開催をさせていただいて、現場で働く社員ですね、実際にその事業で働く社員の、方にですね、講師になっていただいて、その事業の理解をですね、深めてもらうとか、そういった取り組みもですね、行っておりますし、新しい制度でもですね、どんどんとそういった取り組みは加速させていきたいというふうに思っております。はい、お二人はいろいろな経験、部署で経験された後に、人事部で活躍されていますけれども、過去の経験というのがやはり人事部に来て生かされている部分というのはあるかと思いますか？土井さん、いかがです？そうですね、はい、まさに前の部署は企画のお仕事だったんですが、いろんな部署と関わりながらものを作り上げていくという仕事がすごく多かったので、人事部ももちろん経営管理各部ということでいろんな部署と関わりがあるんですけれども、そういった他部署との調整の仕方だったりですとか、コミュニケーションの取り方も含めて、それはすごく企画の仕事の時代にやっておいてよかったなというふうに思うことが多いかなと思います。あ、そうですか。西岡さんが人事部に移動されたのは希望だったんでしょうか、それとも結構サプライズでしたか？あ、そうです、人事部は、はい、サプライズではありましたが、ね、はい、やはりですね、入社した頃からですね、こうした経営、会社の全体の、経営だとかそういったものに関わる仕事がしたいとか、企画に関する仕事がしたいということはですね、ずっと、支店長ですとか当時の上司、あとは人事との面談なんかでもですね、お伝えさせてもらっていましたので、そういった意味ではですね、自分がやってみたい仕事というのが叶っているなというところは ありますね。あ、そうですか、素敵です、ありがとうございます。では続いて4つ目の質問聞いてみましょう。こちらです。金融機関といいますと硬いとかカッチリしているなど、さまざまな噂を耳にする学生さんも多いかと思います。そこで実際に中で働く人はどう感じているのか聞いてみましょう。中の人から見た自社の社風、カルチャーの特徴はということです。はい、カルチャーについてどのように感じていらっしゃいますか？私はすごく面倒見のいい人が多い会社だなというふうに思っていまして、私も3部署移動をしているんですが、どこでも本当に先輩にすごく助けてもらったなというのもありますし、支店長だったり部長もかなりフランクにというか、いろいろな話を相談も含めてすごく明るく乗ってくれたなというふうに思っているので、そういった面倒見のいい人が多いかなというのと、であとはバックグラウンドも含めて本当にいろんな社員の人がいる会社なので、大学の学部一つとって もう文系の方も理系の方もたくさんいますし、その中でいろんな考え方を持っている社員の方が多いので、説明会なんかでもよく本当にいろんな人がいる会社ですというお話はさせていただいているかなと思います。そうですか。そんな中で自社に向いてる人っていうのはどんな人だと思いますか？そうですね、自分の力でしっかり物事を考えて、でそれを発信していける人っていうのはやっぱり向いてるかなというふうに思っていまして、いろんな事業がありますし、いろんな人がいるんですが、お客様の前に立つのはいつでも担当者なので、そこは年次に関係なく自分のアイデアだったりですとか、提案の仕方も含めて、担当者にかなり任せられる部分が大きいかなと思っているので、もう新人でも、ね、ベテランでも関係なく、自分でやり方を考えてそれを発信していくことが好きな人とか、物事をしっかり考えながらそういうアピールができる人っていうのはやっぱり成長も早いですし、向いてるかなというふうに思います。そうなんですね。営業といいますと一般的に結構ノルマがあったり厳しいっていうようなイメージもありますけれども、実際はどんな雰囲気だったり風潮っていうのがありますか？そうですね、ノルマというよりも、あくまでも目標みたいな置き方をしていまして、でもちろん担当者ベースでもそうなんですけれども、同じチームでそれをどう達成していこうかみたいな話をよくざくばらんにしている雰囲気があるかなというふうに思っていて、自分一人が達成すればいいということではなくて、チームみんなでそこに向かってやっていくためにどうすればいいかを一緒に考えると、でやり方が分からなければ先輩からレクチャーをしていたりとか、ロールプレイングみたいな形で練習に付き合ってもらったりとかっていうのは本当に日常的にあるかなと思っていますので、あんまりそこに対してすごく厳しいみたいなことはないのかなというふうに思っています。そういった先輩からのサポートだったりとかっていうのも結構あるんですね。はい、ありがとうございます。
ではさらに5つ目の質問聞いてみましょうか。こちらです。金融業界イコール転勤が多いというイメージを持っている人もいるかと思うので、ズバリお聞きします。仕事と私生活バランスの取れた働き方はできる？という質問です。働き方についてこちらはいかがでしょう。ここも先ほど価値創造の源泉は社員というお話に西岡さんからもさせていただいたと思うんですが、やっぱり働く環境も含めて社員の安全というところはベースにあるのかなというふうに思っていますので、会社としてもここはすごく大事にしている考え方かなと思います。で、休みを取るということもそうですし、はい、いろんな休暇制度も当社はあるので、それを活用しながら休みを取っていたり、あとはライフプランに合わせて、いろんな制度を使っている社員の方が多いんですが、男性でも 100% 育休取得をしていたりですとか、そんなところも含めていろんな制度を活用しながら活躍してくださっている社員の方が多いかなと思います。働きやすさを感じた福利厚生ですとか制度面で何か経験があれば教えていただきたいです。私自身は取得していないんですが、時短で働いている社員の方ですとか、あとは育休を経て復帰をしてくださっている方なんかも同じ視点でたくさんいまして、で通常は本当に忙しい中で多分仕事に来てくださっていると思うんですけれども、自然とそれをサポートする体制というのが周りでも整っているので、そこは調整をうまくしながら、でも私のようなそういった育休だったり時短を使わない社員にもあまり寄せが行き過ぎないように、バランスを取りながら上司も含めて結構調整をしてくれていたなという記憶がありますので、私もそんな方たちと一緒に働きながらもしっかり休みは取って働くことができてたなと思います。残業時間ですとか忙しさっていうのも気になるところですけれども、こうやって部署によって結構違うものなんでしょうか。そうですね、結構部署ごとに差はあるかなというふうに思っていまして、営業のお店にいた時よりもやっぱり企画業務の方が少し残業をする時間が長かったようには思うんですが、メリハリをつけて結構働いていた記憶があるので、この日は借りたいというふうに決めればその日は切り上げて帰れるという、ちゃんとやるべきことをやっていれば帰れる雰囲気はあったかなというふうに思います。そうですか。さらに転勤があるコースもありますけれども、この転勤の頻度ですとか場所のバリエーションといいますか、こういったのはどういったものになりますか。そうですね、今まではですね、G コースとですね、A コースというのが分かれていて、G コースなんか、移動についてもですね、2年から5年ぐらいでだいたい移動する社員というのが多かった、そこには G コースであれば転勤というものもですね、あったんですけれども、ここも新人事制度の方でですね、転勤をするかしないか、これも社員が選択をすることができるという制度にしていきたいと思っております。とはいえですね、その制度、転勤をするから昇進が早いとか、転勤をするようにしたから昇進が早いとかですね、高く評価されるといった制度にするつもりはなくてですね、もちろん転勤ができるということはですね、様々な視点ですとか部署に行けるということで、キャリアの選択肢は広がるというふうには思っておりますけれども、その転勤ができるからといって評価が高くするとか、そういったことはですね考えていないので、その点もですね、皆さん新しい制度を転勤も選べるというところ、勤務地も選べるというところで、ご安心をいただいて働ける環境になるかなというふうに思っております。やはり自立したキャリアということ で、ね、自分らしい、そういった選択ができるようになっていくわけですね、ありがとうございました。ではですね、ここからは最後のコーナーです。就活生が本当に知りたい質問に移っていきましょう。先輩就活生1500人に説明会で聞けなかった本当に知りたい質問について、業界別アンケートを実施しまして、ピックアップした1問についてお話しいただこうというコーナーです。今回はこちらです。成長環境だと思う？ということで、やはりこういった、若手の活躍とか成長、こういったことも気になる学生さん多いようです。いかがでしょうか。そうですね、本当に先ほどもちょっとお話ししてしまったんですが、若手だからといって何かを制限されるみたいなことは全くなくですね、お客様の層も含めて若手からいろんなお客様を担当して、で自分で提案を考えていくっていうことができるという会社かなというふうに思っていますので、
ので、私も営業の時は、先輩にいろいろ教えてもらいながらではありましたけれども、はい、いろんな取引を提案をさせていただいた記憶もあるので、物おじせずに自分がこういうふうな提案をしてみたいとか、これがいいんじゃないかなって思ってますということを先輩もすごくそれいいと思うよって、うん、もうそのを提案するためにはこうしてみたらということでプラスのアドバイスをしてくれるみたいな形でこう提案を後押ししてくれた記憶があったなというふうに思います。そうですか。こう三井住友信託銀行に入るとこんなスキルや知識が身につくよというのがあれば教えていただきたいです。はい、もちろんこう身につけたい専門分野のスキルというのはもちろんなんですけれども、それはこう事業ごとによっても結構変わってはくるので、はい、自分が目指すキャリアの中でどんなことが必要かというのは、現場でOJT の中で勉強するということもそうですし、ユニバーシティプラスといってですね、社内大学のような仕組みもあるので、そこでこう自分が周辺知識として勉強したいことだったりですとか、はい、いわゆるこうリベラルアーツ的なことなんかも実は勉強ができるような環境を整えているので、そういったことを使いながら、業務スキルだったり自らのスキルもこうステップアップさせていくということもできるように制度を整えているというのはあるかなと思います。ですか。土師さんご自身が営業だったり企画業務の中でこう意識されていたことなどがあったら教えていただきたいです。はい、目の前のお客様からいろんなこう相談を受けることが多かったので、それに対してやっぱりこう全力で答えていくということはもちろんなんですが、お客様からすごく言われて嬉しかったこととして、はい、土井さんに相談すれば、なんとかなると思ってるからと言ってくれたお客様がいらっしゃいまして、はい、でそれはこう自分がもちろんいろんな先輩だったりいろんな部署の方からの知恵を借りながらではあったんですけれども、こう一社でお客様のいろんな相談にやっぱり乗れる、でそれを解決してすることができるというのがすごく印象にも残っているので、そこがやっぱり当社の強みというか、それをこう発揮できた場面でもあったのかなと。それだけお客様に信頼されるその関係構築というのもすごく大事になってきそうですね。はい、ありがとう。ありがとうございます。さあ、まだまだ聞きたいところではございますけれども、お時間がやってきてしまいました。最後に視聴者の皆様へ今後の選考情報など告知をお願いいたします。はい、今回ですね、ホームページの情報をこちらでお出ししておりますが、ホームページには各事業の社員のインタビューですとか、これまでのプロジェクトストーリーなんていうのも掲載をしています。いろんな事業がありますが、少しでも当社のことをここを通して知っていただけたらなというふうに思っていますし、ここからマイページの登録もいただけますので、選考情報だったりご採用の情報なんかもここで公開をしていますので、ご興味を持っていただける方はぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。興味を持った学生の皆さん、ぜひチェックしてみてください。そして次回のワンキャリ企業説明会もどうぞお楽しみに。土師さん、石岡さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。